写真拡大。 DeNA 井治翔一投手が24日の西武戦メットライフに先発し、強打の西武打線を相手に5回3安打1失点にまとめた。4回までは良かったと思います。5回は西から点の取られ方が良くなかったですね。5回西までは許した走者は中村の右前打だけという内容。5回西から栗山に四球。中村さんには結果として単打で良かったけど、しっかり勝負しないといけないところと、カウント不利にしてからの安打を反省した。それでも17日のロッテ戦横浜から1軍に合流した右腕は2試合で計10回2失点という安定の内容で、経験豊富な32歳は開幕ローテを支える大きな柱となりそうだ。